今日はあの山口徳田っていう人とあの私中村圭司っていうんですけど、あの格付きであの2ヶ月に1回ですね、格付きっていうのはあのここの立川農家というところで中村圭司と山口徳田の日っていうのをやってまして、毎回あのツーマンだとあの寂しくなっちゃうので、あのもう一人ゲストを入れてスリーマン形式みたいなのをやっております。今日は何回目かは分からないんですけど、その辺は皆さんで想像してもらって好きな数字言ってもらえたらいいかなと思うんですけど、そんな中の今日はあの倉沢桃子さん、桃子先生ですね。先生じゃないですか、桃子ちゃん。桃子ちゃんってあれ、ちょっと待って、俺年上、年上です。あ、じゃあ桃子ちゃん、桃子ちゃん今日ゲストに来てくれるっていうんでね、やりますんでね。今日徳田さんちょっと緊張しておりますね。やる前にね、あの今日来る途中 LINE でね、あの桃子ちゃんのお客さんが今日すごい来るから、トリは桃子ちゃんにした方がいいと思うんだけどって言って答えて、あ、ちょっとこの人バカなのかなと思って。いやいや、あんたトリやるよちゃんと。一応言っといたんで、今日最後の締めは山口徳田さん、我々第一が最初で、その後ゲストで桃子さんが歌うという図式になってますんで、よかったら最後まで楽しんでください。じゃあ行きましょうか。改めましてですけど、こちら中村清美と中村圭司でユニットやっております、ライチです。よろしくお願いします。ライチまで楽しんでいきましょう。の時間だよ、国語に算数勉強は嫌だ。音楽の時間だよ、何でもないことで笑う。音楽の時間だよ、下駄箱にいじめっこあいつが嫌だ。音楽の時間だよ、僕らとあいつと先生の青春の日々よ。音楽の時間だよ、居眠りはしたらいかん。音楽の時間だよ、立て笛はやめたら時間と一緒で、はい、音楽の時間だよ。先生やってない人がいます。先生やってない人がいます。みんなで協力しないといけないのにやってないってちょっとおかしいと思います。もう一回やるからやってください。絶対約束ですよ。はい、3、2、3。音楽の時間だよ、国語に算数あの子が好きだ。音楽の時間だよ、なんでもない声で歌う。歌う、 Yeah!